河本井上の2人がバタハロールをなんかすごい真剣な顔で一週間食べへんかったことある、小杉君も吉田もそうだよね、みんな NSC の時ではこの同じグループの中にもう今謝ります、すみません誇張するよね、誇張は、まあ、早さもちょっと大きくしてしまった分はあったかもしれない。前澤社長のモノマネしてるじゃないですか、あれの前澤社長が月に行くという記者会見の時のゴートゥーザムーンの言い方、ちょっとモノマネできるんじゃないですか。はい、お願いします。 Finally, I can say, I can tell you that I choose to go to the moon! 絶対公認してほしくないやん。いや、そうなんですそもそもこう下向いてからこうだから、はい、顔を作ってるから顔見せたくないじゃん、いきなり、はい、お前もう鼻からガッチガ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 チ。そうだ、全然違うじゃん、お前決めて、決めない、決めないで購入もらおう。しっかりとやらせていただきます、うんうん、おみかず頼む、うん、固定しなきゃいけない。どうしてもスタートしてゴールなんだよな。ホリフリカはいらないの。いらない。本質は似てますけどね。本質は似てる。やっぱ骨格似てるから本質似てる。お前だからツンクさんのモノマネもできる。あのシャランキューの時のツンクさんの声も。俺ツンクさんにお前声似てるって言われた。すごい似てますね。確かに。喋り声ですか。いや、歌のシングルベッドとかあれぐらいの。うわー、そうかそうか。歌もだ。声を実際に本人の前で歌ったら、お前本当にマジで似てるって言われて。骨格似てるからやって、あの人がすぐ骨格の話してる、はあはあ、骨格似てるから似るんやって、はあ、郷さんの公認いただいて、すごくそう、公認はだからもう今日でもう公認するしかないから、するしかないじゃん、タンメンこんなにふざけてやってるやついないんだからこんなに、はい、あの陽気にタンメンをまだやってる人がもう世間にいなくなって、麺がない、そも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 麺がないここから普及していただく、ちっちゃい普及をしていただく。いや嬉しいじゃん、いただきました。ダメコ、もうコニーやったー、やりましたね、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、とんでもない、地元の方にもまた公認されたっていうのでやってきてよ。はい、やったじゃん、嬉しい。麺増やしていかないとちょっとなくなったんで、俺ももう一回だよな、お前の頼みな、もう一回だよな。そうなんです。僕がこう公認いただいたので、うん、まあ河本さんは僕にも似てる芸人ではないでしょ、ないですか。逆に河本さんに似てるから、河本さんもお前に似てる。当然そうじゃないですか。バーンって来たら今度は俺がモノマネすることになる。絶対に。そういうことだ。うん、はい、なので、うん、今回あの僕の一発がギャグ。ガグ。一発ガグ。緊張してるのかな。そんなに緊張。身内しかおれん。Go to the moon を今日は河本さんに伝授しようと。いや、前澤さんに許可もうた。いや、許可はさっきのまあオマージュ好きですけど、あ、はい、全然違うんですよ、こいつの Go to the Moon。 あ、僕の Go to the Moon は、はいはい、Go to the Moon 全然違うんですよ、そもそも。前澤さんのって言わない方がいいよ、もうお前のなの。前澤さんがしてないんだから。別物だし、別物じゃん。はい、Go to the Moon っていうのを僕はやっているんですよ。なので今日は河本さんにもそれをやる。伝授したいの？伝授したい、はい、公認出したいですね。公認もらわなきゃいけないの。どこでやる場があるんだこれ。公認をいただいたので どこかでやってもらったら。じゃあ厳しい。どこであるんだよ、Go to the Moon。 何の場面で。河本さんの近々なんか最大のなんかお仕事とかなんかない？ない。まあ特番ですよ、トンネルズの。うわ、はい、落ちない。床も開かない。いきなり俺出てきて、前澤社長がではなくてですね、言い出して、俺のモノマネしてる人のモノマネのモノマネです。ご自身の YouTube チャンネルでも本当に。なるほどね、河本さんの YouTube チャンネルどっかで。じゃあそれ、ありがとう、繰り出してください。それは誰かの何々って言った方がいいの？これはそれとも俺は伝授して、俺がそれ許可もらったら、いきなり俺はどっちのってやった方がいい？どっち？前澤社長のモノマネをする、160センチ矢崎のモノマネで Go to the moon ですって言っていただけたら。どうやって笑うの？ちょっとわからない、文字がわからないのに進んで。それはかわいそうだから、もう Go to the moon を繰り出してくれればいいんじゃない？それで、そうです、好きなタイミングで。そうですね。で、何って言われ
それ何なんですかって言われたらいい、はいはい、そうですね、言って確かにそうです、ね、160センチ矢崎から、はい、あの実はあの公認もらってみたいな、はい、そうですねそういうのがいいってちょっとごめん全力 Go to the moon、 じゃあ本さんだけはいはいすまんすまん全部見なきゃ分かんないかな Go to the moon なるほどなるほどこうだそういうか二つがそのキレここがあんまりずれちゃうとあここ平行ですね平行あなるほどこうあはいあー Go to the moon ちょっと違います楽しみにしててくださいどっかでやってくれますから絶対見逃す矢崎ありがとうございますうちのメンバーもう一人メンバーがなんか同期の思い出話したい、はい、ああ鳥ちゃんがねあのまともに、いや、もちろん、だって結構 NSC の時ではこの同じグループの中にいたトリアも、トリアもいたし、あと、はいはいはい、車、ムグルマの相方ですね、もう相方だった、はい、ムグルマも覚えてらっしゃるんだえなんでムグルマしてんのいや、ムグルマとまた来ましたから、同じうせやん一回整理しましょうかまず13期生で高卒で大阪の NSC に入りました同期です同期ですよね年も一緒なんですよね、はい、そう、はい、実はだから、ね、高卒で行ったら大阪13期の年だからそうですよね、はいはい、でなんか行ってるうちに、まあ、そこで相方ムグルマ君とコンビを組みました組んだ、はい、5月ぐらいで、うん、歴然とした差を感じたから早いなまだ4月入ってまだ8回ぐらいしか通ってないのに漫才してるやんってなあと思んないしみたいなどうせ4つ以上離れてるってなってその段階がとにかく行ったら面白い人たちがいるもう盗もうみたいなテンションみんな売れてるからねだって本当に河本さん一番光ってたんだよ俺から見たらっつってこの間のね水曜ダウンタウン水曜日の、はい、はい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 で各機能天才で13球中やっぱそうクッキーねさんになってましたけどもうクッキー、はいはいはい、まあそれはクッキーはもうつば抜けてんねんけど実は真ん中でもこうあのななねヤバクさんはもうみんながもうヤバクだーみたいな感じでこ う, もう大好きなんですよ結構憧れで大好き憧れるもう芸人が絶対大好きな笑いだだってあの2人で革ジャン着てすごいブサイクな人とすごいなんかちょっとウルフ感のある人がすごいもうコンビのオーラがめちゃくちゃ出てて、ただその横ですごいちっちゃいなんか人気のうるせえやつがおるさ、だからこの集団に憧れて俺ずっと一緒にいるんです。でも千日前公園には結構行ってたまって見て近所に公園がある名物の公園、はいはい、そこはもう NSC の生徒たちがこぞってネタ合わせをする場所なのよ、はいはいはい、ラブホテルの目の前で、はい、でもちっちゃい公園なんだけどなぜかもう何十人とそこら中で壁向いて 木の幹のところでとか、はいはい、みんながネタ合わせするような場所で、はいはい、もう俺らもそこに集まってたむろして、はい、あでもない公園もないの日々を過ごしてた中ですよ、はい、だからまあその13期生は、はい、で当時あの河本さん、野江さんが多分お二人で住まれてて、ああそうそうそう、はい、大阪のビジタルっていうすごいすごい安い家賃のアパートがあって、で住んでて二人で覚えてるのがバターロール7個入り6プラス1みたいな180円とか あれを二人でほなお前4個な俺じゃ3個なみたいな言っててあと1個どうすんねんみたいなで、俺は実家から通ってて家賃の心配がない話がしてるんで当時の俺もう痛いんでで、2人いじったんですよおまさかそれ飯ちゃうやんな、今日のっていうじゃ井上君と河本君は、まあ、ほんまや、飯ないよって言ったことを今謝ります、すいませんでしたなんかそれを謝りたかった鮮烈に覚えてんだほんまにパン命でほんまに200円言うてるけど、はいほんもう200円ももちろんまだ高価な方で、はいまあ、食パンとかをまずもう買ってそれをもうまたさらに切って薄くとかもあったしロシアパンっつって120円ぐらいのこんな分厚いフランスパンじゃなくてフランスパンじゃないんだロシアパンっていうだから何かでどのパンが大きく得かって話そうそうめち
ちゃくちゃその論争あったんだよ。あのパン砂糖かかってるからカロリー高いとか言い始めた。吉田パン砂糖がブワーかかってるからこれで生活できんのよ。そろそろ成人の年の時や。その話のしてるから今。とにかく腹が減ってたのよ。だから実家から通ってるやつはとにかく家から持ってきてくれと。俺の家に、はい、缶詰でも乾麺でも何でもいいからっつって、はい、バーッと食料を集めて、はい、で持ってくるんだけど、集める人数も同等の人数なので、持ってきたはいいが食料がその場で消えるんだよ。違うって言ってんだよ。持ち寄ってそれを食べてるだけだよ。持ち寄ってお前らで集まって食べてる場合じゃないんだよ。死ぬんだよって置いてけよと、うん、1週間食べへんかとことあるもん。あの金なくて、ほんで誰かがもらった梨があって、7日後に井上が気づいて冷蔵庫開けたら真っ黒な梨、まあ、梨だったという形跡があるだろう。酸化して真っ黒、別に腐ってるわけで7日しか経ってない、言い聞かせて。なので煮詰めようって、もう一回お砂糖で煮詰めたら絶対にまたこのリンゴ飴的な、でドロドロしたらまたジャムになるっつって、バーって混ぜて、それをコトコト、もう7日ぶりの、餌、もう梨だけを砂糖でまず煮詰めて、2人で鍋に入れて、それをなんか汚いコップにドドドドって移して2つドドド、飲んだ瞬間に2人とも急に血糖値上がった。砂糖、ただの砂糖をジャリジャリ飲んだだけでむちゃくちゃ気持ち悪かった。とにかくだから1日働いたらもらえる給料はね、日払いでもらって、それを切り積んでこう行かないと、1万円で朝から晩まで働いて1万円もらったってなったら、それをまず千円札に全部崩して、でその千円をまず100円玉に崩して、はい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 、で1万円分の100円玉を作るわけ。ほんで1日もう限界まで行っても、100円でどうしても払えたら100円使おうとか、もうそうしていかんな。1万円が来たからってやる焼肉だなんだって誰も言ってなかったし、小杉、まあ、吉田もそうだよね。みんな吉田なんかもう風俗のところで何があったのか、なんか風俗の、 あの店行って自分の服持ってパンツ一丁で二度筋走ってたよ。間違いないですか。マジであかん、あかん、やばいって言って、何があったの、何があったのって、吉田やん、あかん、ちょっとやばい、何したみたいな、19歳でみんなもそんなばっかり、いや、おもろいなぁ。